確かに僕が智子を殺しました。あの時は焦るのが当然だと思ったんです。俺さ、あんたの話が聞きたい。疑問だ。頭のイカれた女房がいたんじゃ刑事も肩なしだな。マミヤは一体何者なんだ。伝道師。伝道師。世の中に知識を広めるため。